ワンシャット、ワンシャット、ヘアジ、ワンシャット、ワンシャット。いろんな意味でショットを使ってるので、トライポッドとか三脚台まで言わないとダメじゃん。トールゲート。あ、トールゲートだからトールゲートなんだって思うけど、いや、CCTV。CCTV って言ったら、こう店長さんが。アイショピン。韓国はあのデパートもそうなんだけど、市場って面倒ないじゃん。ゲグメン。これもだもう正しい英語ではないらしいよ。韓国で使ってるコングリッシュ。エクスレイ。韓国だとサッカーやらないっていうのと、日本はペレやらないみたいな。サンティン。逆にスモークって言ったら、韓国では絶対通じません。私も知らないまんま使ってる日本語って結構あるんですよ。皆さんこんにちは、ジンです。マンソンです。韓国では使うけど日本では通じない英語、はい。じゃあ今回はね、韓国では使ってる英語、皆さんはどのぐらいわかるのか、皆さんも自分でねチェックしながら聞いてくださると嬉しいです。わからなかったこととか、これ斬新だよとかっていうのがあったら、皆さんコメントにも残してください。まずこちら。おー、楽しそうだね。お久しぶり。ワンシャット、ワンシャット、ヘアジ、ワンシャット、ワンシャット。これワンシャットって言うんですけど、こうやって多分皆さんこう見ながら聞くと分かるかもしれないけど、意外と日本で通じなかったですね。ワンショット、ワンショットとか、ワンシャット、ワンシャットとか私言ってたけど、あんまり通じなかった。日本で言うショットっていうのが、テニスのショットっていう意味もあるし、お酒を1回2回っていうショットもある。写真撮るのもショット、ツーショットとか、いろんな意味でショットを使ってるので、韓国ではワンショットって言いますよ。日本で写真撮るときに2人だとツーショットとか、1人だとワンショットとかよく言うけど、ツーショットっていうと写真2枚っていう意味が強いかも、韓国だと。でも日本だと2人きりで通るのがツーショット、ちょっと違うかもしれないですけど、これ日本語で一気飲みだよね、その次。私あの写真もともと撮るの好きだから、カメラと三脚って必要じゃん。写真撮る人ってトライポッドってよく言うんですよ。まあ本当に写真が好きな人は通じるけど、意外と通じなかった単語ですね。日本で三脚ねって言って、でもよく考えても三脚って足が3つっていうのは三脚じゃん。でそれで意味通じないんじゃないですか。三脚台まで言わないとダメじゃん。韓国語は三角手って言うんですよ。日本のとても有名な三脚ブランドたくさんありますよね。本当ありがとうございます。ちなみに一本の足は何て言うか分かる？一脚もう言うけど、モノポドっていうね。その次、トルゲイト。皆さん何ですか？トルゲイト、高速料金所をトルゲイトっていうね。トルゲイトって言うと皆さん、あ、トールゲートだからトールゲートなんだって思うけど、や、日本語のトールじゃないですよこれ。料金を払うゲートかな。料金チップ、それトルっていうの？分からない。トールでも日本もトールゲートって言い方はするので、多分運転されてる方とかは知ってると思いますね。そうだね。次、これは難しいと思いますよ。ブラックボックス。まあ日本で言うとブラックボックス。え、それ何知ってるよっていう方いるかも。飛行機とかね、墜落したら飛行機は全焼しても、その中の記憶が記録されているものが入っているところがあのブラックボックスってよく言うから、知ってるよって言うかもしれないけど、韓国は一般的に使う言葉ですね。ブラックボックスの色は皆さんオレンジ色っていうのは知ってますか？ブラックボックスっていうのがつまり何かしらの事故が起きた時のそれを記録してくれるものなので、韓国でドライブレコーダー、略してドラレコとか一緒だけど使う単語が違うと。いや、こないだ私事故ったのね。マジ？車に傷ができて、あー、霞アップだ。イゴル。ブワグレス。ブルです。ドライブレコーダー、皆さんね、1日以上動くやつをおすすめします。まあ、見つけたとしてもね、警察が助けてくれるかは分かんないですけどね。いや、もうやられました。じゃあ、その次、CCTV。あー。防犯カメラっていうことを CCTV と言います。意外と CCTV っていう単語を使ってる国はあるので、日本であんまり使ってないだけなのかなと思いますね。例えば、デパートとかでなんか泥棒がいたっていうと、いや、CCTV じゃん、ポヨジョ。と普通に言いますよ。ニュースとかにも出てるよね。そういえばこれも日本で通じなかった記憶がある。何？ワホリの時に前のドラッグストア事件あったやんか。CCTV CCTV って言ったら、この店長さんがんんんって言って、あ、カメラですねみたいな、うっすらと覚えてる。あー、防犯カメラね。そう、多分 TV って言うとテレビの方に行っちゃうんで、ね、こいつなんでテレビを見たがるんだ、うん、になるかもね。カメラね、カメラ。それじゃあ韓国でなんて言うかっていうと、방범カメラって言いますよ、うん、別に言っちゃいけないとかではないんですけど、 CCTV の方がシンプルだから CCTV ってよく言いますね。その次、アイショピン。アイショピンなんです。アイショピンは日本語で言うとウィンドウショピン。アイっていうのが目だよね、はい、目で見るだけのショッピング。何受けるっていう方いるかもしれないけど、ウィンドウショッピングってこうデパートの外からこう入らずに外で見るってイメージが強いけど、韓国はあのデパートもそうなんだけど、市場って面倒ないじゃん、ね、そうそう、だからこっちを使うようになったのかな、うん、と思いますね。買ってないけどアイショッピングって言うんだよね。その次、ゲグメン。あ、
いやこれは未だに私たまにもう口から出ちゃう、日本語で言うとギャグマンですね。ギャグマンを聞くとどんな感じなんですか皆さん。なんか笑える人、笑ってるおじさんっぽいね。日本語で言うとお笑い芸人のことをギャグマンって言いますね、うん、じゃあマンだったら女性はどうやって言うっていう方いるかもしれないけど、女性だとギャグウマンっていうのでギャグウマンこれもでも正しい英語ではないらしいよ、うん、韓国で使ってるコングリッシュですよね。その次ロタリ日本の発音で言うとロータリーなんですけど、韓国では交差点っていうことをロータリーって言いますよ。ロータリーで日本だと多分こうバス停があるところ、韓国は交差点があって信号があって車がこう左行ったり右行ったりとかができるところをロータリーって言いますよ。ロータリーも日本で通じなかったよね。あとサゴリとかってよく言うんですよ。サゴリってよく言うわな。サンゴリサゴリってよく言う。日本だとサンサロとか言うのかな。次ホワイト白、ボールペンでなんかこう書いて消せないときに白いこう液体のやつあるでしょ、それホワイトって言うんですよ。まあ液体もあるしテープ型もあるし、ホワイトが日本語のホワイトだけど韓国はホワイトですよ。ホワイト、昔こうホワイトがないときにカッターで削ってたよね、はい、よくやったね。削ってて穴開いちゃったりとかよくしたよねそうそうそう。じゃあその次 X-ray、 分かる人は分かるんじゃない。いやー私病院で X-ray って言ったら多分分かったつもりでなんか来た言葉が逆に分かんなくて、あで日本だとレントゲンですね。レントゲン、レントゲン、面白いんですよ。この X-ray、 この X の線を発見した人の名前がレントゲン。人の名前で言うんだよね日本だと、うん、レントゲン取る。で韓国は X 線を取るだから X-ray を取るって言って、うんうん、人の名前か技術かになっちゃってる。こんな感じなんですよ。韓国だとサッカーやらないっていうのと日本はペレやらないみたいな、こんな感じですね、うん、プチ韓国語発音講座。エムバペの韓国語の発音はウンバペです。ウンバペ、ウンバペ。じゃあ次 CF、 よく使うね。日本だと CM って言いますね、うん、CM って言ったらセンターミドフィルド。 CF っていうのはコマーシャルフィルム、 CF의 여왕とか言いますよ、ね、CF の女王、 CF だけで10億円稼いだとかっていう人。日本だと誰が一番出てるのかな。その次ケムマイル、これ皆さんんになるかも。日本の発音でカモミールですね。私これね皆さんもびっくりすると思うけど私もびっくりなんですよ。カモミールって聞くとカモ、カモが食べるご飯、ミール、カモミールって聞こえるからカモミールって何になっちゃう。でケモマイルなんですけど、これ多分日本人の私の知り合いが聞いてケモマイルって聞こえるらしいです。何がマイルんだろう。マイりますね本当に。次ベンミル、ベンミル、わかりますか。車の中についてるものでバックミラーね。バックミラーね。で日本では多分バックミラーもあんまり言わないかもね、うん、ルームミラーで日本はルームミラーって言ってサイドミラーって言うんですけど、うん、韓国は正直これ全部ベンミローって言います。で韓国でベンミローは車以外の時も使うんですけど、うん、なんとサラリーマンたちが自分の席にバックミラーを置く習慣がございます理由としては、ね、上司が後ろから私のことを覗いてるんじゃないか、私が今アマゾンショッピングをやってるのにバレるんじゃないかっていうことで自分のところでこうバックミラーを設置している人が結構いますね。どんだけ仕事サボりたいんだよマジでその次、something。 あ難しいかもな。私がよく皆さんに setting って言うからそっちの ting だと思ってる方いるかもしれないけど全然違います。日本語で言っても something、 太陽の sun にコーティングの ting じゃないかなと思うんですよ、うん、太陽のコーティングって何っていうと日本の車のスモークですよね、うん、逆にスモークって言ったら韓国では絶対通じません。煙？じゃあタバコとかになっちゃうかもね、うん、スモークっていうと、うん、ヘビースモーカーとかなんかそういうのは使うけどね、うん、ちなみにスモークは私日本に来てびっくりしたのが、うん、後ろの席しかできないのね。韓国は前の席もできるんで隣の車の人の顔が全く見えません。いいところは車がかっこよくスモークができる、悪いところは犯罪とかがしやすいという懸念があるっていうことね、うん、次スポ、例えばこれなんですよ。私は映画を見てまだ見てない人にあのねこの映画に出てる人ね何々が出てって言って結果をも言ってしまうことを、まあ、スポイラースポ肌ってよく言います。日本語だったらネタバレ、ネタバレね、うん、次アグロ、アグロわかるかな。アグロ、アグロ難しいかもな。簡単に言うとクソガキっていうかっていう意味があるらしいですよ英語の。例えば関心を集めるために挑発的なことをするのをアグロ、アグロ肌っていうんですよ。私のチャンネルだと韓国と日本って仲いいよねみたいな、こう比較楽しいよねっていうチャンネルなのに、そういう人の中でわざわざ変な発言をしたりとか悪い発言をしたりとかってするじゃん。そうするとこの人にみんな注
注目してなんでそんなこと言うの、お前こそ消えろとかこう言うじゃないですか、うん、それをアグロアダーって言うんですよ。よく子供とかによく見られる未熟な行動ですね、うん、なので皆さんは決してコメントとかで誹謗中傷をすることはないようにするといいのかなと思います。でこの単語が韓国で普通に使うかっていうとゲームで普通に使いますよ ね、うん、RPG ゲームとか多分された方は、まあ、チームプレイしたことあると思うんですけど、うんうん、例えば盗賊とかこうナイト系騎士系が前にいて相手を1回ずつこう叩いたりするとついてくるよねこの人。そうその時にこっち全部集めた時に遠いところから広範囲の魔法とか発動したりとかするじゃん例えば、うん、それはオグロクルダーっていう周囲を集めるとかっていう意味でオグロクルダーってよく言いますね。でこれ一般的に普通に使うんですよ。例えばぴょぴょぎとかも大人の関心とかをもらうために実際怪我して何痛いとか眠いとか言うじゃん、それもまあオグロクルダーって言ってでそういう時にオグロクルジマって言ったりもしますよね、うん、オーバーするなみたいな。次リプシンク、これ日本人私知ってると思ったけど通じないらしい。こう K-POP を愛する皆さんにご説明したかったんですけど口パクですね。口パクすると批判されたりとかもするんですけど、うんうん、リップっていうのが唇ですよね。そうシンクっていうのがシンク合わせてこうやってる、だから口パクなんですよね。そうでもリズムは合わせないといけないのが重要だったのか、うん、リップシンクっていう単語が生まれました。その次ダークサークル、うん、ダークサークルって言って、うん、暗闇の円何ですか皆さん。クマですよね。クマ、クマっていう単語が分かんなかったの。私もなんでクマっていうのかがよく、うん、あのベアのクマそれだと思ったんだよ。あ違う、パンダとかがクマだからパンダみたいになってるって意味じゃなくて、だから私も知らないまま使ってる日本語で結構あるんですよ、うん、次ダビン、中国っぽく聞こえるかもしれない、ダビン、まあ、パンビンビンダビンみたいななんかこう聞こえるかもしれないけど普通の英語ですよ。例えばアナ雪とか見るとレリゴーレリゴーって聞きたいのに、うん、ありのままでとか言うじゃないですか、うんうん、そういうのを日本だと吹き替え版って言うですね、吹き替えでて韓国はダビンって言います、ね、声優さんが人の声を演じてやってる吹き替え。ダビングしたらコピーするみたいな感じのイメージだね、まあ、声をコピーしたのかな、うん、はい、今日はあの韓国語で使ってるけど日本では通じない英語について話をしてみました。今日の動画が面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ファンさんのチャンネルも登録よろしくお願いします。はそれでは皆さんバイ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 。